はい、皆さんどうも、なっちでーす。またこれ位置が微妙だな。どういう向きなんだ？ というわけで、今回もモンスターハンター4の実況をしていきます。今回はまたイベントクエストで。こちらですね。銀のさじ、卵の試食パーティー。イエーイ！というわけで、なんと飛竜の卵5個。やってられるか。さすがにね、卵の芯はカットします。で、このクエストにはあるモンスターがいるので、そいつを倒してから、まあ、早送りもめんどくさいんでカットして、最後の1個だけ、まあ、ぐらいはまあ取って、終わりにします。まあ、実質そのモンスターの討伐実況です。で、ケチャバちゃんの時に使った装備のアポカリプス版でいきます。お守りはため短縮ゴンリスロー3です。いきまーす。銀のさじね、僕知らないですね。何も知らない。本当に。コラボ。やった。ここですよ。こいつらサブターゲットなんですよ。一点も逃がしてはいけないんですよ。ね、君も逃げようとしない。しない。こいつ本当にでかいですからね。高レベギルクに出てくるようなね。飯を食っていないという、なめっぷり。運搬の超人とかつけよかったのに。はい。いや。どういう乗り方それ。スズメみたいにピョンって乗ったね、今。さあ、彼です。彼女です。レイヤーシさんですね。一体天空山の卵は誰の持ち主なんだ、誰が持ち主なんだっていう。リオレウスではないのかって。お前だったのか。シビリアーナですね。くるっと回って、まあフォロワーはね、もう定番ですよね。やばいぞ。怒ったぞ。間に合わないな。当たらないよね。位置的に乗れる。まだ風圧。おお。まだいける。ドン。そこ違うんかい、判定。よし。逃げる。能動術がね、リア、普通の体験と違ってないので、で。意外と範囲が広い。2ダメ以上に範囲が広いです、あれ。2ダメ的にも広いんですけど、ちょっとね、持ってやりますね、きっと。こっから行きますか。やめてー。やめてー。待機。やばくない？ひどいあれようだ。なんで移動？でで。こいつは多分パターンが決まってるんですよね。シビアのもったいない。卵を持ってない、持ってる以前に多分移動するタイミングとかエリアが決まってるんでしょうね。多分3番です。ちゃいましたね。1番かな。いた。アプトノスが。あ。よし。食ってたのか、お前。一体死んでるし。本当は5体討伐なんですけど、サブターゲット。一体死んでますね。よいしょ。強制的に落とす。これはもう連打でいけますね。よいしょ。ドン。で、怒るとこもあるんで、ここは普通に切って、ここで強ため。ここで入れる。
間に合わないな、結局。もう一発やってから今ので強打見れた方が良かったかもですね。ここはでも先行投げたいですもんね。1,2,3,5っす。で、尻尾回転が来なければこれも当たる。まさかの展開。やめてください。じゃあ、落とし穴を仕掛けておきましょうか。今回爆弾を持ってきておりません。また厄介なとこに仕掛けたな。自分の落とし穴を仕掛ける場所のセンスのなさにね、呆れますね。この辺でいいかなと思ったらなんか、いつも障害物が。当たらず。怒る？当たるか。当たらない。当たったら痛い。もう、はぁ、また移動かよ。ロボットみたいだな、お前は。見ときますか。ん？ん？ 2 番？ 2 番っぽいですね。お、見通してくれたか。ペイントつけておきましょう。大体の位置はわかるんですけどね。ここはお好み焼きですね。あ、そんな、ステージのとこに降りてく、おステージみたいなとこにちゃんと降りるんですね。まあ、これまさかの展開ね。もうちょっと空中に乗って、もうちょっと。ああ。せっかちだな。危ないね。こっち向け。ダメだ。眩しい。最近ね、閃光玉を自分で投げたら自分もなんか麻痺しちゃうんですよね。自分も効果を受けちゃうんですよね。年ですかね。飛んだ。回るか？回った。当たるか？当たった。多分トライ G だと今のはダメなんですよね。目の前でバグ、炸裂してないからみたいな感じで、おい、落とし穴みたいな、お好み焼きみたいな。なんだその回避は。うわ、なんだその派生は。こっちのターンだったはずだぞ。アシスト大作戦、いざ開始だにゃ。開始してください。早くしてください。よく足から吹けたな。いけ！よし。正直体験はこれで勝てると思うんですけどね。この繰り返し。よっしゃ！どうせ今やっても当たんないな。やめてよ、そのハゼ。せこいっちゅうね。せこいっちゅうね。それせこいっちゅうね。どう考えてもせこいっちゅう。怖い。怖いな。空襲。降りるなら降りよう。その空襲やめようぜ。え？ない。いや。そういうのじゃなくて、んー、大丈夫か？セーフ。よいしょ。何ですか、それ。お、これはまさか。ダメなんかーい。いけ。おいー。すごいな。回避性能か？おい、こっちも回避や。あー。やったらこいつと気が合わないですね。ほんとギリギリな対決。ダメ。ダメって言ってやないかーい。痛いっす。あー、ピヨっちゃった。今の威力あったか。ダメージあった今。6はまあ無視で。
モスチャーキーがあればもう余裕で無視なんですけどね。ジャンボ攻撃にしてくださいよ。出た、その謎の飛んで何もしない。ドンドンドン、これ当たるかな。ああ、そうそうそう。こら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 。またね、プログラムされた行動に、彼はじゃない、彼女は移るようです。こいつがいなくても、まあ、パターンさえ入れば、卵を運べるんですけどね。まあ、動画的に卵を運んで終わりっていうのはね、つまんないですよね。よっしゃ。第3ラウンド。4ですね。第4ラウンドです。怒るんだろう、怒るんだろう、分かってんで。怒らんの？怒る。ここで怒る。そして捕獲可能。捕獲しようか。なんか捕獲したい聖人なんですね、僕。聖人というか、捕獲したいマン。いたいマン。よし。はい、おいでー。はい。では、卵。では、卵です。ここからが本題です。というわけで、卵、何個？何個か運ぶまでカット。はい、皆さんどうも。カットして飛んできました。で、あと1個となりましたね。もう20分経ってますけど。めんどくさいですね、このクエスト。サブターゲットでね、帰ると、サブターゲットで帰って、採掘だけして、サブターゲットで帰るというクエストは非常にこれはおすすめですけど、太古の塊と、錆びた塊と、お守り、フルクライトも出やすいのでね、その面ではおすすめです。どうなんだこれ、iPhone。また正面がわかんない。こう。こんな感じかな。で、地球品にあった競争薬飲んでちょっと楽してます。よいしょ。特にラストといっても喋ることはないんですけどね。まあただ運搬の超人とか着地術があったらもうちょっと楽だったかなと思ってます。攻撃力アップもなかったんで、多分ね、レイヤー足も結構時間かかったので。よっこいしょ。わお、一回もね、ガブラスに邪魔されたこともなくね、スムーズに来れました。スタミナ急速回復があると思うと楽かな。サブターゲットのね、報酬で競争役グレードもらえたんですけど、まあそれはもったいないのでもらいます。競争役グレード集めにも使えますね、このクエスト。よし、では終わりです。これでよっこらしょっと。はい、お疲れ様でした。とりあえず疲れた。10分近く同じ作業ですからね。でも、卵の日に珍しく岩が封鎖してきたりはしないんですよね。ソロ限定かもしれないですけど、もしかするとみんなでやると岩が来るかもしれません。よいしょ。お、ゴールデンエッグ。エゾのチケット。
風化した形。あれか、持ってるよな。まあいい、多分持ってると思います。全部ね、勲章も取ったんで、ね、多分あると思います。はい、というわけで今回は銀のサジの卵の納品でした。ドラクエ3のフラットハンターだけ見て終わりましょう。まあまあまあ普通。長ネギくん行ってもらうか。ババコンがいらないな。稲子くん、稲子くんフルフルハッシュ。稲子くんや。でちなみにね、今いたこのなんて読むかわかんないんですけど、これこの人はね、一緒に最後ダラを一緒に倒した二人でね倒した人なんで、まあ切らずに残してます、うん、思い出深いんでね。結構ガチ勢っぽいですけどね、この名前っていうか、この自己紹介的に。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。